阪神絶対絶命、痛恨のサヨナラ負けで巨人マジック1に広島さん2阪神。27日マツダスタジアム、阪神は延長12回の死闘の末痛恨のサヨナラ負けを喫した。6番手村上が末金に激打を打たれた。首位巨人の優勝マジックはついに1となった。試合後サヨナラが浴びた村上は涙、帽子で顔を覆い悔しさをかみしめた。こうなるよな、負けたで。はい、もう完全に終わりました。島田下手すぎ。なぜやるかさん、村上出すからこうなるんや。甲斐も滝が呼ぶやったね。 T3 で失敗したのに忘れとる。阪神完全終了。広島勝たせておいた方が CS にベース出てこんしな。勝てた試合で負けるなよ。村上をリリーフで出さなあかん時点で負けや。岡田の奇策のせいでまた負けた。村上は悪くないって、ここまでさせる采配や。こんなんベンチの責任やろが。最後に勝負に甘いことするからちゃんと敬遠してゲッツ取りに行かんかい。引き分けもできんか。はい、大山のせいであれんぱならず。修正やな。村上かわいそう、こんなん待つゲームやん。前進守備やからしゃあない。村上泣いてる。最悪の負け方やな、岡田のせいやで。今月の中日より弱い広島に負けるか。現地より終戦見届けました。テルモイスタはよくやったよ、お疲れ様。お疲れ様でした。監督が悪いわ、村上は悪くない。ガチで優勝は巨人。いや、そうじて岡田が悪いね。島田下手やな。知ってた、申告しないから。今日は岡田の采配が全て悪い。今日が終戦になるとは。村上くん落ち込むことないよ。ガチで終戦やな。 M1 なんて無理や。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。